柳淳さん、ありがとうございます。世界が海に沈んで困るのは金槌、悪魔の実の副作用は金槌、悪魔の実は二重の王国による罠だったのではないかと疑っています。神の実だと思ってみんな食べたらみんな溺れて悪魔の実と呼ぶようになった。飛行能力は事前に抹消されたから少ない、どうでしょうかと。なるほど、世界が海に沈んで困るのは金槌っていう方向から考えていくってことね。つまりその不都合な奴らに悪魔の実を食べさせて世界を海に沈めてしまえば我々の勝ちじゃないかみたいなね。というか悪魔の実の能力者が金槌になるのが困るとかじゃなくて、もう世界を海に沈めてしまえば勝ちだけどね、もうそいつの。だから能力者が金槌になって困るとかなんかそういう次元じゃないよな。でも能力者を一人一人殺す方が楽じゃないの、それだったらね。世界を海に沈める方が大変だよね。ただでもこの能力者が金槌になるっていうのと世界を海に沈めたのが誰かっていうのをやっぱり紐づけて考えるべきなのかな。やっぱりどっちが悪魔の実を生み出してどっちが世界を海に沈めたかみたいなさ、考える材料が少なすぎてマジわかんねえな。アダムとイブの話とかがあって、で蛇にそそのかされて禁断の果実を食べてしまって、そこから人間っていうのに病気とか死とかっていう概念が生まれていくみたいなさ、聖書の話じゃないですか。で知恵の実とかっていうのが出てくる。これを悪魔の実だと仮定するんであれば、アダムとイブ近辺で悪魔の実っていうのも生まれてた方がこう綺麗じゃないですか。でフォージアダムっていうのはなんとなくはそのロジャーの船にも、我々の乗るサニー号にも、まあ、使われている、何年かに一回取引に稀に出てくることがあるのがホージュアダムみたいなところなんですけど、ヨージュイブに関してはあんまり分かってなくて、まあ、魚人島に光をこうもたらしてくれるのがヨージュイブだ、みたいなさ。ヨージュイブが、まあ、魚人島に光をもたらしてくれてるから、魚人島からまっすぐこう上に、伸びているんだとしたら、ヨージュイブが最終的にはレッドラインにぶち当たる、でその上にはマリージョアがあるっていうことなんで、ヨージュイブがぶち当たってる形跡がどこにもないんだよね。レッドラインの木が生い茂っててマリージョアみたいなんだったら、あーこれヨージュイブがちゃんと下から上がってきてるなんかわかるんですけど、どこにもないんだよね。だからレッドラインに突き当たったところでヨージュイブは終わってんのか、あるいはヨージュイブを避けてレッドラインが作られたのかわかんないけど、ヨージュイブがマリージョアのところまで上がってきてて、で花の部屋までたどり着いててみたいな、そういう予想をね、している方も多いし、まあ私もなんとなくそうかなとも思ってるんですけど、ってなると今現在悪魔の実を牛耳ってんのは世界政府イメ様とかゴロウ星とかっていうことになって、でそうだとガテンが行くのがスパンダムとかが悪魔の実っていうのを核とカリファに与えるっていうシーンがあったりもするんですけど、あの辺がまあそうだろうなっていうね。政府は悪魔の実を牛耳ってるからそれをこう与えることができるとか、元天竜人のドフラミンゴもそれとこうルートがあるのかとかね、そういう想像をしていくこともできる。だから空白の100年の時まで遡ると、幼獣イブから悪魔の実が鳴るとして、それを牛耳ってたのが誰なのかとかね、そこがもう想像しかできないんだよね。そうだと仮定して、じゃあそれをどっちが所持してたのかっていうね、巨大な王国のような気もするけど、どうなんだろうな。いやでも五老星が能力者だからな、科学技術とかで、あと魚人族とかミンク族とか科学技術と異種族の集まりの巨大な王国と、悪魔の実軍団の二重の国の王国が戦ったってことなのかな。いやでもニカがいるからなジョイボーイがニカの覚醒者だからな、悪魔の実が巨大な王国が牛耳ってた方が気持ちいいかもしんねえんだけどな。そうなると牛耳ってたとかいう話じゃないのかな、むしろ火種が悪魔の実なのかな。だからこの質問者さんが世界が海に沈んで困るのは金槌っていうことなんで、悪魔の実の能力者に手を焼いているやつが世界を海に沈めたんじゃないか、それがジョイボーイだったのかイム様だったのか、沈んで困るのは悪魔の実の能力者なんだからそこから割り出せませんかっていう多分質問だと私は思うんですけど、それに対する答えが出ないって話だよ。どっちが牛耳ってたかがわからない以上、それがなかなか難しいっていうところだよね。ただ今現在は世界政府が牛耳ってそうっていうね。で五老星たちも全員悪魔の実の能力者だし、でむしろ杯との海軍大将とか元帥とかも全員能力者だから、スモーカーとかね、そこがなかなか難しいところだね。で悪魔の実の能力者に手を焼いていたどっちかの勢力が世界を海に沈めることによって勝利したっていうね。悪魔の実の、まあ、成り立ちとか誰が生み出したものなのかとか、でどっちが牛耳ってたのかとか、それとも牛耳る牛耳らないじゃなくてどっちもが取れる状況だったのかとか、戦力の把握をしたいよね。
どんな種族が仲間にいてどんな能力を持ってたのかみたいな、で古代兵器をどっちが所持してたんだみたいなね。いやその辺だよな、空白の100年の過去編で答えが知りたいこととかさ、熱くなれるのはさ、どっちがどのぐらいのどんな組織を組み立てててどんな能力を持っててどんな兵器を持ってて、悪魔の実はこっち、古代兵器プルトンはこっち、ポセイドンこっち、ウラヌスこっちとか、巨人族魚人族こっちで、ただゴロゴロの実メラメラの実はこっちでとかさ、もうなんかその辺すら知りたいよなその前任者というかグラグラの実こっちにありました、闇闇の実はこいつが手にしてましたみたいな。空白の100年の時の古代兵器のどっちが何持ってたかもそうだけど、悪魔の実の細かいのも知りたいよなそんな細かいことまでさ過去編で描き始めたらさ、もう一回ワンピースがあるのとほぼ同じだけどな。空白の100年編、当時の闇闇の実の能力者とかさ、クローンズーとかさ、当時のグラグラの実のバギンとかさ、当時のマグマグとかやってたらマジで時間かかるわな。いやその辺をねちょっと楽しみに待ちましょうと、さらなる情報をね。であとは世界を海に沈めるっていうのが悪魔の実の能力者に対する攻撃とは限らないとも思うんだよね。確かに泳げないのは悪魔の実の能力者の弱点なんだけど、悪魔の実の能力者を全滅させるために世界を海に沈めるってさなんか理論としてめちゃくちゃじゃんそれ。自分たちもだって住むところ限られるからあれなんだけど、そんだけ困ってたのっていう能力者に。そう、世界を海に沈めるんだったら能力者全員一人一人殺してた方が楽じゃねっていうね、そういう印象もあるんで、何のためにその世界を海に沈めたのか、その辺もね踏まえて、考えていきたいところでございます。トモさん320ありがとうございます。ルフィも終わりでなんか謝るんかい。それもポーネグリフに。空白の100年の主人公はジョイボーイだってベガパンクがね断言しましたけど、ジョイボーイの物語の終わりといえば敗北して空白の100年の幕を下ろしたことで、さっきの通りラフテルに莫大な宝を置いたっていうことで、あとはリリーが失踪してるんで、もしかしたらリリーを奪い去って逃げたとかね、そういうことも考えられるのかなとかいう中で、もう一つの確定事項として当時の人魚姫に謝罪文を送っているっていう。空白の100年のジョイボーイの物語っていうのをルフィが同じ道をたどるとするんであれば、最終的にはルフィも誰かに謝るっていうことになると思うんですけど、それはルフィの敗北を意味してると思うんだよね。最初の海賊ジョイボーイ、最後の海賊ルフィみたいな言われ方最近され始めましたけど、最終走者としてこの壮大な800年続くこのリレーを、麦わら帽子で託されてきたこのリレーをルフィが終わらせる物語だと思うんで、誰にも謝罪はせずにハッピーエンドに向かうと私は信じておりますという。であとはルフィが最終走者っていう言い方しましたけども、このチャンネルでもよく紹介しますけどね、第1巻第1話のルフィの最初の登場シーンのところで着ていた T シャツのここにアンカーというね、まあ怒りという意味、そしてアンカーリレーの最終走者という意味、両方がかかっているT シャツを小田先生は着てたんじゃなかろうかという、ね、まあ私的にはですけど、誰かに謝ることは最後にはないんじゃないかというねところでございます。山ちゃん2さん、にゃけありがとうございます。レイリーの奪うは、シャボンディ諸島でウソップに切れたことに繋がるのですかね。繋がるんじゃないですかね。やっぱり。ワンピースが何かも聞きたくねえと、あるかねえかすら聞きたくねえ。そうやってみんな命がけで海に出てんだ。ここでおっさんに何か教えてもらうんだったら、俺海賊やめるって、まあルフィが言ったんすけど。まあウソップがね、レイリーに、じゃあワンピースってのは、みたいなさ、なんか聞こうとした時にその発言になったんで。ある種、ウソップの問いに対して、レイリーが本当に答えてた場合、ルフィの楽しみを奪うことになってたということでございます。まさに今回ベガパンクが歴史の真実をブワーって話してますけど、レイリーからすると若者の楽しみを奪うんじゃないぞベガパンクはというね、喋りすぎだと、喋らないようにせよという、ね、楽しみを奪うことになっちゃうから、そうやってみんな命がけで海に出てんだというところなんで、まさに繋がる話じゃないでしょうかね。